はい、チープロジェクトへようこそ、ちーさんです。ロストジャッジメントを続きやっていきましょう。ビビったわ、今マイク反応してなくてビビった。ん？あれ？源田先生。源田先生まで？なんだよ。俺にいられちゃ迷惑か？いや、そんなことはないけど。まさか。そんなつもりで言ってませんよ。てか星野くんもいるし、みんな来たんだ。うちの沙織くんがコケにされたんだ。どんな相手か痴漢のやつね。面を噛んでやろうと思ってな。なんなのこんなに大勢。確かになんか大勢になっちゃったな。お待ちしてました、八神さん。これから例の痴漢事件について間宮さんから真相を伺っていきます。ああ。それと改めて沢先生のことはお気の毒でした。本当に彼女は桑名が RK に追われてるところへ巻き込まれたように思う。でもその追われてる理由がまだよく分かってない。そいつを探るには桑名の行動を振り返ってみる必要がある。ええ。ってことでまずは例の痴漢事件からだ、間宮さん。はい、じゃあ突っ込んでいきましょうか。さっさと終わらせて。あのさ、ふてくされんのはいいけど、ちゃんと聞くことに答えてよ。28歳強いな。江原の痴漢事件は三越場殺しのアリバイを偽装するためのもんだった。で、桑名はあんたに痴漢被害者を演じさせ、警察から法廷までまんまと出し抜いた。もし間違いがあったら言ってもらえますか。はいはい。電車であなたに痴漢したのは江原さん本人ではなく、その替え玉でした。他にも痴漢をでっち上げるために協力者がいたそうですね。そうよ。その時桑名はどうしてたんだ。偉人町にいたのか、それとも都内の方に。さっきそこのお姉さんが言ってたでしょ、江原さんには替え玉がいたって。うちの先生がまさにその替え玉。桑名が自分で江原の替え玉を。この江原が実は桑名だったわけか。そう、先生と江原さんは体格がほとんど一緒だったし、でなきゃこんなトリック思いつかなかったんじゃない。でも口元の感じとかは全然違うよ。本当にこれ桑名さん？確かに。あの口元は作り物。江原さんの顔をスキャンして 3D プリンターで作ったんだって。へえ。はあ。3D プリンターってのは？PC 上で作った形のデータを実際に液状の樹脂とかで実体化する機械です。例えば人の顔もPC が形を読み取れば 3D プリントで精密に再現できます。すごいね。うーん、私もよくは知らないけど、それを使って先生は江原さんになりすましてた。こんなのですよね。ほら、うわすごい。 3D プリントさえあれば簡単にこういうものが作れてしまうんです。なんだこれ。なるほど。目はサングラスで隠してるし、顎のつなぎはマスクでごまかしてる。あ、いやすごいですよこれ。むしろ口元がはっきり見えてるもんだから別人だなんて思ってもみませんでした。そりゃたかが痴漢と思ってたら検察もコロッと騙されちゃいますよ。感心してる場合じゃありません。騙されたのは我々弁護人も同じです。ね、確かに。あ、ですよね。桑名が江原の替え玉だったとして、まだいくつか疑問の残る証拠があるな。そうですね、私も同意見です。疑問がある証拠って例えばどれですか。疑問の残る証拠品を間宮結に突きつけよう。痴漢事件のからくりを全部解き明かすんだ。
これかな。この証拠にはまだ説明がついてない。これって警察は江原を捕まえた後手の付着物を調べてる。うん。でその微物検査によると江原の手から間宮さんの下着と同一の繊維が出た。ええ、痴漢を替え玉にさせてたなら江原さんは間宮さんに触ってないはずです。なのに江原さんの手には接触を示す証拠が残っていた。おかしいですよね。ここにも何か細工があったのかな。そんなの簡単。私電車に乗る前ホームの地下で本物の江原さんと会ってたんだから。そこで手にしてた自分の下着を江原さんに触らせたの。微物検査の繊維はその時のもの。あとはその下着を私がトイレで履いたらおしまい。要するに江原さんの手についてた微物は私たちが警察に検出させたってこと。痴漢の動かぬ証拠としてね。法廷じゃみんなそれをありがたがっちゃって笑いをこらえるのが大変だった。本当にやばいな。だいぶ口が滑らかになってきたじゃん。その調子だよ。開き直ってっからねこの女。疑問の残る証拠品を間宮ゆいに突きつけよう。あとはこれは？なんでこれ待たなきゃいけなかったんだろう。よく見てくれる？池袋の駅ホームね。それが何？桑名が江原の替え玉として痴漢してたなら電車に乗る前に映ってるこの男も桑名だったってことだよな。そうね。もうその話は済んだんじゃなかった？やっぱり？あー、これじゃないのか。1時間待ってたの何なの？え、疑問の残る証拠品だと何だろう。江原と映ってるわ。まあでもこれはあれだよね、桑名ってことだよね。これか。これ一応さ、なんかみんなの話でその点点点のところで入れ替わったみたいな感じだったから、普通に良さそうだけど。え、どれだろう。定期券だってこれだってさ、桑名がこれで入ればいい話だもんね。どうやって間に合ったのみたいなのがちょっとあるけど。え、疑問残ってるか。よく撮れてるよなこの映像。全部会話違うじゃん。この写真であんたの後ろに立ってるのは江原じゃなくてそのふりをした桑名。桑名だよな。ええ、しかも実際には痴漢もしてない。私に先生の指紋つけるわけにいかないから。確かに妙なとこで苦労してたんだな。私じゃなくて先生がね。え、どれ？わからんな。全部なんか言葉があるから全部言えってことなのかな。これはいいかな。これ何なの？駅の地図？僕らで作った新宿駅の俯瞰図です。よくよく調べてみると防犯カメラだらけのホームにわずかな死角がありました。前にみんなで検討してたんだ。もし江原が三越場殺しの犯人でそのアリバイを駅で偽装してたとする。その場合江原は自分そっくりの替え玉に痴漢をさせた後この資格で入れ替わることができたんじゃないかって当たってたかな。参りましたとでも言えばいいの？その通りよ。本当に推測通りなんだ。もう十分でしょ。
もうなんか一個ずつ言ったらいい気するんだよ。あんたはこれを見てどう思うんだ。やめてよ。なんで目そらす。あんたはこれをアシストするために痴漢の被害者を演じたんだろう。そうだけど、この動画は誰がネットに上げた。先生か。最初から江原さんに有罪判決が出たらネット上に公開するって言ってた。それも含めて全部計画通りか。そう。先生はいじめ加害者に甘すぎる方が許せない。それは江原さんも同じ。息子さんの自殺が原因不明で片付けられちゃった人だし。だからあの人たちは今回の計画を立てたの。法廷で証明された痴漢行為を殺人のアリバイにする。しかもその時殺すのは罪に問われなかったいじめ加害者。それでこれ見よがしに罪を逃れてみせたら世間はどう思う。桑名と江原の本当の狙いは法を嘲笑ってやることか。すると彼らの狙いはうまくいってるようですね。法廷は警察まで巻き込んでみっともなく動揺してますから。やっぱり江原は捨て身だったんだな。いやー怖いな。自分の罪を逃れることは二の次で、法を恥ずかしめるために痴漢の汚名まで着てみせた。ええ、警官だった江原がそこまで思い詰めたんです。息子に死なれたのに誰もその責任を取らず、裁判所も臭いもんに蓋するような判決を出した。だから桑名と一緒に動いた。察するにあまりあるってもんだ。ええ、いいコンビだよね。先生と江原さんはもう失うものがないから、私たちだけがリスクに怯えて協力させられてる。今もそう。もう終わりにしてくれない。はあ。これはどう見たらいいのかな。この映像で取り押さえられたのは江原さん本人。押さえたのも仲間なんだよね。階段をしてた先生はこの場面より前に人混みの中で江原さんとすり替わったの。そうだよな。こんなにバッチリ取り押さえられた後じゃもうすり替われない。グラさんも取られちゃってるし。ちなみに江原さんを転ばせたのも私たちの仲間、このスマホ動画を撮った人もね。もし誰も捕まえようとしなかったらこのまま逃げ切れちゃうでしょ。でも重要なのは江原さんが現行犯として大勢の前で捕まること。本当に計画的だな。そうか。でないとせっかくの殺しのアリバイが水の泡になる。ええ、要するにこの痴漢事件は組織的で計画的、桜だらけの手品だったってことか。割と全部ありっぽいな。これはいいかな。疑問ないけどな。これに関しては何なの。事件前、江原はこのカードを使って池袋の自動改札を通ってる。その時刻が記録されてたね。え、10月7日の午前7時43分です。ありがとう星野くん。八神さんのお役に立てて嬉しいです。なんだこいつら。三越葉の死亡推定時刻は早くても7時半。もし江原が偉人町で三越葉を殺したんなら、その後13分で池袋まで移動しなきゃならない。うん、はっきり言って無理だ。なんだそんなこと。ん、そのカードは、うん、あらかじめ先生が江原さんに借りて改札を通したの。そして痴漢騒ぎを起こした後、江原さんと入れ替わる時に素早く返した。これでどう。江原さんの手には入場時刻の記録されたそのカードが残るでしょ。改札の入場時刻までアリバイの小道具に。言われてみれば単純なトリックですね。ただそもそも痴漢が殺人のアリバイに利用されるなんて誰も疑いません。ああ、しかも裁判の時はまだ三越葉が殺されたことを誰も知らずにいたからな。いやすごいな、計画的。
まだ他に何か。八神さん、もういいんですか。ああ、十分だと思う。痴漢に限って言えば江原は冤罪。少なくとも検察の並べてる証拠は全部ひっくり返せることが分かった。先日の法廷は意図的に誤審を誘導されてたんです。控訴申し立てに動こうと思います。いいと思う。控訴っていうと痴漢の裁判をやり直すってことですか。ええ、そこで江原や桑名のしてきた行動を暴き、誤った判決を正さなくては。いや、そいつは難しいかもしれんな。どうしたんです、源田先生。これ桑名捕まえないんじゃないの。いや、そもそもこの間の裁判は江原本人が有罪になるように仕組んでたんだぞ。依頼人にその気がなきゃ控訴なんて無理だ。弁護人だけがいくら控訴申し立ったって江原がそいつを取り下げちまえばそこまでなんだから。そこは明日にでも江原と話したいですね。けどまずはこっちで揃えた材料に奴がどう反応するかです。確かに。そうですね。ではそれはしかるべく。明日拘置所で待ち合わせましょう。わかった。じゃあ今夜はもう解散。ああみんなお疲れさん、ゆっくり休んでくれ。よう八神、さっきの間宮ゆいもうお前、あの、ああそうか、自分家があるわ。返しちまってよかった。杉浦返したらお前どうやって帰るんだよと思ったわけ。なんで。それはだって何件も桑名ってやつの殺しに協力してたんだろう。殺に突き出すとかしねえのか。うん、けど仕方ないんだよ。仕方ない。実は彼女の言ってた殺しってさ、俺らまだ何も証拠をつかめてないんだ。え、そうなのか。三越芝以外の死体は見つかってないし。確かに。彼女を警察に突き出せるだけの証拠は今んとこ何もない。だったらとりあえず家に帰すしかないだろう。杉浦が無事に送り届けてるはずだよ。そうか。じゃあそれはいいとして、お前はここで何してんだ。みんなもう帰ったのに。なんだよ冷たいな。帰れってこと。用が済んだなら帰れ。お友達じゃねえんだからよ。なんだよ冷たいな。そういうこと言うんだ。その代わり手が足りねえならいつでも言えよ。なんだ、ツンデレかいこいつ。最近暇してんだよ俺。暇してんの。お前が頭下げて協力してくれめちゃくちゃツンデレやな。考えてやってもいい。ツンツンデレぐらいのお前は頭下げなくても助けてくれるから下げ損になっちゃう。ごちそうさん。いやお前、そこはちゃんと頭下げて頼んでけよでもなんかそりゃ否定しねえんだな。いいやつだな東。今日は沙織さんと一緒に江原に、あ、明日は沙織さんと一緒に江原へ行く。石鹸だ。今日はもう上がりにしよう。まあね、海藤さんいないからね。おわ、四つ葉のクローバーがなぜかコンクリートの上に。なんか暑いな、熱中症かかり気味かもしれんな私。もうね、冷房がないからね、部屋にね、ちょ扇風機で頑張ってるんですけど、で長時間のゲームができないんですよね、夏になるとね。なんで今はまだ毎日投稿してますけど、もしかしたら投稿日がだんだん遅くなっていく可能性がございます。すいませんがご了承ください。あー誰もいない。あと新しいゲームどんなんなんだろう、やってみたいな。あ、すげえ、何これ。これだね、ウッディポップ。あー、こういう系ね。全然これでもルールわかんない。全部崩すのがいいのかな。
かんねえ、やってみよう。セガマーク2、3。運命がチカチカする。ちょ、近くない？画面。ビギナーにしましょう。バスケって違って。スタートボタン×なんだ。勝手に動いてる、勝手に動いてる。このさ、穴みたいなとこ全部ここに、待って、全然、あ、こんなゲームやめだやめだ。モーションセンサーとかにエグそうだな。あとは、あとこれか。なにこれ、かわいい。パンチも出る。お金集めるゲーム？当たり判定が仕事しない。パンチで取り殺せる。待って、なんかあのさ、ジャンプキング思い出す。これやったことないけど、勝ち込みじゃ。なんかできるだけ多くのお金を集めれば勝ちみたい。むずい。オッケー。なにこれ、なにこれ、え、死んだ。敵？敵か。怠慢じゃ。絶対さ、いいかなって思っちゃった。スコア800、しゃばいしゃばいな。終わるわ。すいません、あのマジでね、あのレトロゲー苦手なんです。すいません、あのポリゴンの申し子なんで自分。すいません。レコードはなんもないよね。あのやり始めたゲームがさ、まああのゲームアドバンス、ゲームボーイアドバンスとかやってたけど、アドバンスも一応ドット A なんだけどさ、一番やってたのは、やっぱポリゴンのゲームをやってたので、あの、ゲームキューブとかね、からゲームをがっつり始めてるので、ちょっと、通面苦手なんですよ。なんか、2D 苦手なんですよ。3D じゃないと、苦手で。すいませんね。はい。ではまあ、高知城行きましょう。東京高知城めっちゃ行くなぁ。もう、常連やんね。弁護士でもないのに。こっちじゃなかったな。最地下なんだっけ、最短距離こっちだった。朝のカムロ町いいね。ヘイタクシー。オッ
ですか。でもどうなの、江原絶対やらないでしょ。とんでもないみたいな、2回目とかとんでもないみたいな、思い通りになってるんだこっちはみたいな。私に控訴を進めに来たと、そう伺いましたが、何か新しい証拠でもあったんですかね。マミヤユイから話を聞きました。証拠どころか証言もらった。あなたは三越芝殺しのアリバイを偽装するためにあえて痴漢の濡れ衣を着たですよね。ほう。目的は息子さんの復讐と、大々的にその罪を逃れて法を嘲笑ってやること。おっしゃってる意味が分かりません。江原さん、多分あなたが思っている以上に私たちは事態を把握してます。どう把握されてるんです。先ほど矢上さんが言いました、あなたは無実です。痴漢の事実に関しては私は弁護人として控訴を申し立て、改めてあなたの無罪を主張します。いえ結構ですよ。私は卑劣な痴漢です。検事も裁判官もそう確信して判決を出したんですから。痴漢があった10月7日、あなたは午前6時半ごろ都内にではなく偉人町にいたはずです。いえ家にいましたよ。そんなわけはありません。ん？息子さんを自殺に追いやった男をあなたは存分に痛めつけたかったはずです。自宅にいたんじゃその機会を逃してしまう。だからやっぱり偉人町にいたんでしょ、江原さん。そして三越芝が家を出てくるのを待ってたんです。桑名の元教え子たちと一緒に。車に引きずり込んだ獲物は偉人町のハイビルへ連れて行ったんですよね。後に殺害現場になる場所です。三越芝は指の骨をすべて折られていました。彼が敏郎君を死に追いやったことを考えれば理解はできる行動です。きっと一切手を抜かずに三越芝を痛めつけたんでしょう。たっぷりの苦痛と恐怖を味合わせた。そこにあんたがいなかったなんてありえないよ。かけてもいい。それで続きが聞きたいか。あんたにはもう全部分かりきったことなのに。いや、あんたらの突飛な発想に興味があるんだよ。三越芝を痛めつけた後、江原が次に取った行動を証拠品から示してやろう。でもこれしかないやん。三越芝を痛めつけたあんたが次にしたのは、喉を切り裂いたんだ。これは素晴らしい動画だ。自分で撮ったんでしょ。あんたは三越芝の体に自分の痕跡が残らないようにしてその喉をかき切った。死亡推定時刻は10月7日の午前7時半ごろ。血まみれのコートを脱ぎ捨ててあんたは急いで移動を始めた。行く先は間宮由衣の待つ池袋駅。どうかな。私は7時半過ぎにはもう池袋にいた。偉人町で三越芝を殺すのは時間的に不可能だよ。池袋で防犯カメラに映っていたのはあんたそっくりの替え玉だ。その正体は偉人町の便利屋で桑名仁。もしかしたらあんたには別の名前を言ってたかな。元高校教師の北方優って。あいつはどっちの名前をあんたに言ってた。誰のことを言ってるのかわからない。桑名が駅の防犯カメラに映ってる間あんたはまず池袋で間宮由衣と会った。そこで彼女の用意してた下着に触れた。その時手についた微物は後々痴漢の証拠として警察に検出される。そしてあんたは一足先に電車で新宿駅へ。その後間宮由衣と桑名が痴漢騒ぎを演じながら新宿駅に到着。電車から飛び出した桑名を
間宮ユイが走って追いかける。そしてあんたは何台も防犯カメラがある駅のわずかな死角で自分と同じ姿をしている桑名を待ち構えていた。改札を通した IC カードはここで桑名からあんたに渡される。午前7時43分に池袋に至って物証の一つだ。そうやって同じ姿をした二人は瞬時に入れ替わった。でも人混みの中、周りの通勤客は気にも留めない。だからきっと間宮ユイが周りに助けを求めたのはあんたらが入れ替わった後のはずだよ。その先はテレビで何度も流された通り、大勢の前であんたは痴漢として取り押さえられた。現役警察官が痴漢で逮捕、往生際悪く捕まる姿は世論の怒りを買いました。結果初犯であるにもかかわらず実刑判決、誰もが卑劣な痴漢に妥当な制裁であると感じていました。弁護人である私でさえもです。もっと自信を持ってくださいよ、城崎先生。検事や裁判官、あなたのような先生方が何人も知恵を寄せ合った法廷で私は有罪になったんです。疑う余地はありません。私も敏郎にいじめはなかったとする判決を受け入れましたよ。法廷の下した決定には従うほかない。そうでしょう？ねえ、そうでしょうが。あんたの言いたいことはわかる。法廷が果たせなかった正義を自分で果たしたってことだよな。息子がされてきたことを誰もがなかったことにしようとした。学校もそこの教師も法廷もみんなあいつが死んだ理由に取り合わなかった。そこへ桑名が来た。実は敏郎君はやっぱりいじめを受けてましたと。でもそう吹き込まれただけであんたは桑名と共感し御子柴を殺したのか。彼は生きてるうちに指を全部折られていた。なんでそこまでの殺意が持てた。どうなんですか、江原さん。御子柴のいじめには証拠がなかったはずだ。なのに江原はその事実を誰から知った。めっちゃ油断したわ。なんかすげえお茶飲もうとしてた。どこから聞いて知った。桑名じゃないの、あのビデオじゃない。桑名から知らされた。ただあいつからいじめのことを聞かされただけで、あんたは御子柴を殺したのか。違うんだ。いや、それだけのはずがないな。誰から知った。沢先生か。分からん。誰？ネットでは出てないだろう。みこしは沢先生からいじめの事実を知らされた。いや、沢先生でもないよな。敏郎君がそのことを打ち明けたのは先生にだけだった。あんたは彼女からそれを聞かされたのか。そういうの当たらずとも遠からずって言うんだろうな。あ、そうなの。え、彼女は私と学校の裁判が終わった後、いじめがあったことを昔の恩師にだけは電話で告白していた。それが録音されてるとも知らずに。何？桑名さんがその音声を私に聞かせてくれた。沢先生が敏郎の担任や弁護士に口
口止めされてたこともそこで知った。それは裁判中、私がずっと欲しかった敏郎へのいじめの証拠だ。沢先生の言葉でやっと私は、え、でも桑名が来たかっただって知らないのかな。他にいじめの証拠になるものはなかったんでしょうか。例えば敏郎くんの日記とか。何もなかった。敏郎は私にも妻にもいじめのことは一切相談しなかった。多分私のせいで。どういうことです。あいつは中学の時にもいじめに遭っていたんだ。筆箱を捨てられたとか、教科書を隠されたとか。そしてそれを聞いた私は、お前が弱いからだ、もっとしっかりしろと叱りつけた。そうするべきじゃなかった。ああ、あいつが自分の受けた屈辱を私たちへ言うまでにどれだけの勇気がいったか。恥ずかしいと思ったはずだ。それでも助けを求めた行動、私は何よりもまず認めなきゃならなかった。よく打ち明けたと褒めるべきだった。なのに私は突き放してしまったんだ。そして敏郎はもう二度と私たちに弱みを見せようとはしなかった。どんなに辛くてもだよ。わざわざ横浜の私立に入ったのも私と暮らすのが嫌だったからだろう。なのにその清涼高校であいつは。だからあんたは御子柴に迷いなく殺意を向けた。さあな。あくまで御子柴殺しは認めないってことか。いや、本当は言いたくてうずうずしているはずだ。桑名は沢先生との電話をあんたに聞かせたんだったな。あいつが現れたのはその時が初めて。なあ、彼は息子のために復讐をしないかと持ちかけてきた。警察官の制服を着ていたこの私にだ。大胆なやつだよ。でも今は感謝しかない。彼はこれまで他にも御子柴のような連中を何人も始末してきたと言ってた。そしていじめで子供を亡くした遺族に復讐を進めてきたそうだ。いじめっ子で済まされてしまった罪人に正しく制裁が加えられるべきだと言ってな。そのさじ加減を誰かが勝手に決めた先にあるのは法の機能しない世界です。法が万人に公平でなければ誰も従わなくなります。腕力や財力、そういう力の有無に左右されないからこそ法は力の弱い者も救えるんです。なら罪を逃れて笑う者を法が罰してくれなかった時はどうしたらいい。法で裁けない者を見過ごすのは法で守れない者を見捨てるということだ。人を罰するにはそれに足る証拠がいるんです。桑名さんに復讐を勧められた人の中にはやはり許されないことだと拒む人もいたようでね。ただそんな場合でも桑名さんの情報が警察に告げられたことは一度もない。それがどういうことかわかるか。復讐という選択をするしないにかかわらず、桑名さんの勧め自体はみんな理解できる話なんだよ。なのに法ってやつは不公平だし不完全で、違うか。違わないよ。でも公平であろうとみんな努力してる。完全を目指して法律も変わり続けてる。それじゃ遅すぎるんだよ。敏郎は殺されたも同然だった。なのに御子柴広は野放しにされてる。教師になろうと教育実習まで受けてたんだぞ。
あんな人間が馬鹿げてる。法律が公平になるのを待ってたら私は老いぼれて死ぬだけだ。敏郎のために三越場がのうのうと生きてる社会は見過ごせない。なら私が手を汚す以外にどんな方法があった？私がやるしかなかったんだ。矢上さん、今の初めて三越場殺しを認めましたね、江原さん。無能な警察に引き換えよく調べたよ、あんたたちは。桑名さんの計画した仕掛けは上々だった。それがこんなに早くバレるとはな。運が良かったんだ。間宮ユイには桑名に握られてた弱みがあった。あれが見つかってなきゃ彼女を喋らすことはできなかった。何の話だ？いやあんたに教える義理はないよ、江原さん。このままだとあなたは痴漢として刑務所に送られることになります。もちろんだ。それが狙いなんだから。有罪が確定して私は痴漢として罰せられる。そうなった後は警察や検事も自分たちからそれが誤りだったとは言い出せない。もしその後私が三越場を殺してやったと騒ぎ立ててもな。あなたは出所後に殺人を自白するつもりなんですか？三越場を殺す私の動画はもうみんな見たはずだ。もちろんあれは本物だよ。なのに検察や警察でさえあれをフェイク動画だと言ってくれてる。きっと私が自白したところで見て見ぬふりだ。まさかそんな。いや、あり得る話かもな。ただ連中がどう反応しようがあんたは構わない。そうやって法をコケにしたいだけなんだろう。敏郎くんの件をなかったことにした法をさ。あんたはだいぶ分かってきたようだな、矢上さん。江原はもうほとんど自分の目的を果たしてる。でも俺はそれを見過ごすわけにはいかない。検察が三越場殺しで私を調べるならまず痴漢に下した罰を撤回しなきゃ筋が通らない。しかしそれは法廷が犯罪者にまんまと騙された事実を大々的に認めるということだ。だから誰もが三越場殺しの犯人を知りながらその罪を裁けず直視すらできない。そんな状況になったら最高じゃないか。あんたの気持ちもわからなくはない。そうやって越に行って喋りたくなるのもな。ん？けど今回の件であんたらは虎の尾を踏んだらしい。虎の尾？神室町の半グレたちを誰かが裏から動かしてる。その誰かっていうのが虎だよ。そいつがあんたと組んでる桑名のことを捕まえようとしてる。そして沢先生が巻き込まれた。拘置所でも新聞くらい読めんだろ。知らないか、沢先生は半グレに自宅へ押し込まれて殺されたんだ。桑名の巻き添えになって。彼女が殺されたのは知っている。でもそのいきさつを聞いたのは今が初めてだ。神室町の半グレってRK か。ああ、ただ奴らが桑名を追ってる理由はまだ分かってない。あんたはどう思う？分かるわけがない。もしかしたらあんたらの危ないゲームが彼女を巻き込んだんじゃないのか。でも桑名が人を殺して罪を逃れるっていうのはそういうことだよ。そいつを取り繕った嘘がいつかどこかに大きな歪みを生む。そして考えもしなかったことが起きる。もう本当に。じゃあ沢先生、桑名はあんたも言ってたように三越場以外の殺しも繰り返してきた。そのことが
怒った虎を呼び寄せたのかも。そしてもしその代償を沢先生が身代わりに払わされたんだとしたら、あんたらの復讐こそ不公平じゃなかったか。彼女は法廷で嘘の証言をした。おい、無理やりこじつけるな。敏郎へのいじめはなかったと嘘をついた。それは証拠もなく未成年の御子柴を名指しできなかったからだ。確かに彼女もその時の証言が正しかったかどうかずっと迷ってた。でもだから殺されても仕方なかったと。あんたが敏郎君のためにしたように、俺も沢先生の死をはっきりさせる。どうやって？あんたや桑名のやったこと、その全てを公にするってことだ。それにはまず痴漢裁判を控訴して真実を正す必要がある。間宮ゆいへの痴漢について、江原さん、あなたは無実です。先の法廷では十分な審理がされてませんでした。あなたの無罪を主張するために改めて控訴させてください。それで私に何の得がある？また法廷をコケにできるよ。どうせ無所に入ったら半年も暇なんだろ。わかった、好きにしたらいい。ただし。何です？私は法廷で御子柴殺しを認める気はない。そんな状況でも控訴なんてできるのか？それはやってみなきゃわからない。行こう、沙織さん。依頼人は控訴しても構わないと言ってる。そうと決まったらすぐに動かなきゃ。ええ、そうですね。八神さん、沙和先生を殺したのは私じゃない。虎の尾を踏んだからといって私が彼女を死なせたことにはならないはずだ。その理屈だと敏郎君を殺したのも御子柴じゃないってことになる。本当だよ。あんたはそれを認められんのか？あんたのこと、桑名のこと、沢先生が何で死ななきゃならなかったのか、全部俺らが暴き出す。彼女のためにできるのはもうそれしかないんだ。そうだよ、マジでただの一般人やられてっからね。いやでも RK と桑名の関係性が未だによくわからんな。八神さん、源田先生にこれからのことを報告します。どうぞ事務所の方へいらしてください。ああ、はい。というわけで、じゃあ今回ちょっと長くなってしまったんですが、この辺で動画一旦切ります。ご視聴ありがとうございました。ちさんでした。